か。それじゃあ書体とか大きさとかはこれでちょっと見て、はい、選んでもらえますかね。これが全部ですよね。うん、そうですね。気になるのはこの総長体、うん、これがいいかな。今回ちょっとこれで一回、はい、自分の活字がどんな感じなんかもちょっと見てみたいし、ああそうですか。他の大体あのデジタルのフォントであるんで、あの想像つくんですけど、これだけはなんかちょっと想像つかなくて面白そうなので、はい、僕の活字があるかどうか、うん、そうですね。ちょっと一回見てみてもらえますか。はい、それじゃあこれでちょっと見てみましょうか。はい、はい、わかんないですが、どういう流れでそうなったのかわからないんですけど、若いお客さんがそのだいぶ増えてきましたね、デザイナーさんとかカメラマンさんなんか多いですよ、私ですか。私は18の時だから60年以上、私が若い頃には活字のなんていうんですかね、需要がすごくて間に合わないくらい、製造が間に合わないくらいの勢いだったんですけども、昭和の末ぐらいからですかね、活字の需要がだいぶ減りまして、オフセット主流化になりましたんでね、あんまり、需要がなくなって減ってきたという現状ですね。はい、佐々木です。あ、ナインの大原です。お世話になります。すいません、先日のあの例の名刺なんですけど、さっきちょっと使用ファックスさせていただいて。はいはいはい、あ、届いてますよ。ちょっと立ち会いだけお願いできればなと思ってまして。あ、構いませんよ、どうぞ。すいません、じゃあよろしくお願いします。はいはい、失礼します。まあ、活版印刷なんかも結構圧をかけてへこましたりとかすることができるんで、それはそのデジタル媒体にはないやっぱ魅力なんだろうなと。まあ本当に名前だけのシンプルな名刺なので、まあその本当に背景の白とその文字とのバランス、他の書体いろいろ見たけど、自分の活字を組んでもらいたいなって思えた書体っていうのがこの総長体でした。がですね、この新宿の地に、昭和の、まあ、29年から30年頃こちらに来たんですけど、その前は、神田の方に、兄弟で、渡辺製本というのをやっておりまして、そして結婚を機にこの新宿の地に移りまして独立したと。はい、白書堂です。私、木三郎と申します。
そちら製本の会社とお聞きしましたが、和とじ製本はご対応いただけますか？あ、和とじですか。やっておりますよ。どんな和とじでしょうか？和とじでポートフォリオを作りたいと考えています。あ、そうですか。では一度当社の方にいらしていただけますでしょうかね。打ち合わせしましょうか。海外の人にプレゼンを、自分の作品をするときに、あのポートフォリオをこうお渡ししようと思うんですけど、その時になんかこう日本の文化だったりそういうものが一発で伝わるようにしたいなと思いまして、今回私が新宿が地元なんですけれども、同じ新宿区内にですね、あの和とじをやってる会社さんがあるということをお聞きしまして、まあ今後のために新しいポートフォリオを作る時にちょっとプロの意見をお聞きしたいなと思いまして伺うことにしました。失礼します。こんにちは。こんにちは。はじめまして、佐野と申します。あの本当に、今なんて言いますかね、和とじのことに詳しい方がなかなか少なくなってしまいましたので、そういった意味でもいろんな問い合わせが来るのでね。私がちょうどこの白鳥堂に来た頃には新宿区の製本組合員でも、百数十社確かあったと思うんですね。でもその中で和本があの得意で和本を前面に打ち出している会社は多分5社もなかったような気がしますね。今はあのうち以外1社もありませんけど。恥ずかしながら自分で和とじをしたものなんですけど。ちょっと見せてくださいね。朝の和とじですね。あ、そうです、うん、そうです。これね、閉じるの大変でしょうね。もうなんか同じ穴に何回も入れるんだなって思って、うん、それが大変ですね。そうですね。本来の和本の作りとしては、はい、これなんかはそうですね。こういう、ね、膣にこう入れた形になりまして、はい、で和紙を使うあの利点としては、はい、やはりあの柔らかって風合いがあるので、開けた時に音もしないですし、うん、開いた感じかなり上品でいいですね。ひらひもヤマトっていうね、ヤマト閉じって言うんですけど、これちょっとあんこ入りでちょっと熱くなってると。すごいな。綿入れ拍子という、はい、これは、ちょっともう、はい、ハードカバーじゃないですけどね、養本みたいな形でちょっとボールが入った拍子で袋閉じになってるんですけど、書籍用紙というあの和紙じゃない、うん、和紙じゃないので刷られていて、これはちょっとおしゃれな感じで現代風にアレンジした、はい、うん、これ朝の葉とじのここがないバージョンってことですかね。なんかここがないだけで随分変わりますね。面白いですよね。面白い、かわいい、モダンな感じになる。そうなんですよね。はい、すみません、今日お願いします。はいはい、どうも。
いいですね。位置はやっぱちょっとあれ、あれなんですね。どうなんだろう。ちょっと太めに作ったんですかね、これね。デジタルのあれと比べて。まあ、全然違うんですよね。全然違いますね。位置が変わってる。ああ、本当だ。これ腹潰れてんのかな。字が欠けてるんですかね。あ、これザラついてる。活字割り。あ、そうですか。うん。どうにしてもこれ同じとこに傷ついてんの。はい。困ったね、これね。活字がだからできる段階で。そう、ボケで入ってるってことですよ ね、 ね。大きいの王もそうなんですけど、うん、向こう側にがちょっと跳ねるんですよね。そうそうですね。ちょっと待ってよ。やっぱ頭は怒ってないと、怒ってないと、怒ってないんだ、うん、ちょっと擦るか、これ、あの削るか、削るってか、ヤスリかけちゃうか。変化ありましたか。あ、良くなりましたね。いいですね、ありがとうございます、はいはい、よく練った方が粘りが出て、あの接着力も増すんで。糊を直接塗るわけじゃないんですね。そうですね、直接塗るんじゃなくて、あの一回布クロスに糊をつけて、はい、なじませてあるんですね、生地。かけへらというね、竹なんですけど、かけへらという。かけへら。うん。これは自分で折り返しやすいように自分でこう、やすりで削って、ちょうどここが、あの、まあ鋭利になるようにね、これで筋をこう入れて、はい、そしてこの紙を少し持ち上げて、竹の硬さはちょうどいいんですかね、紙に対して。そうですね、竹がやっぱりいいみたいですね、うん、この重なった部分の角を落としていきます。こうですね、この角。落として、こう入れて、はい、5センチぐらいこう引っ張り出したらば、ちょっと糊をこれちゃんちゃんとちょっとこうつけてあげて引っ張り込む。キュ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 と、それで糸が見えなくなったところまで引っ張り込んで、グッと押さえる。はい。で最後ここに、はい、ここに入りますね。入れる。この時に2本下から通して、ここに引っ張ってこの輪っかに通してこのまま持ってくる、はい、そしてこれを後ろに
今度は戻してこの昆布を中にキュッキュッと入れて、そうすると閉じ目が分からなくなる。はい、ギリギリのとこ切ると、はい、これで一冊閉じが上がる、出来上がる。これでこうやった時にピンピンとこうなると、針が全然私のと全然違いますね。なんか見てて、いや一番驚いたのはあの、まあ、何にも測ってないっていうか一回も定規出てこなかったし、なんかそのやっぱ職人さんってやっぱ勘であったりとか、その技術、手に職っていう意味がすごい、まあ、私も浅いやってますけどよく分かったなって思いまして、10年ぐらいかな、10年ぐらい前作った和本があって、それをたまたま持ち出してきてこう見た時に、なんか持った瞬間になんかこう一体化するんですね。その時に体と一体化する。そう、その時なんかすっごいな、もうなんていうか、ね、ほっとするというか、出来たての本はなんかこう、味がまだ、なんていうかな、粗いっていうか、それがあの 見れば見るほど、使えば使うほどあのこう洗練されてっていい味出てくるというか、和本は常に触ってあげながら見てあげると本当に自分にぴったしの本になっていくというのが私の魅力だと思ってます。何かしらやっぱトラブルが起きますよ ね。 そうだね。本当にすんなりと終わることはなくて、やっぱ予想しないような何か、ハプニング的なことが必ず起きますよね。そうね、あの今デジタル化進んでる中でね、アナログでやって ね、 ねまあ勝ちのいいところはあんなところじゃないですかね。活版印刷ってその 100% 絶対にあのコントロールしきれる、全てをあのコントロールしきることってまあ不可能に近いじゃないですか、何かしらどっかしらやっぱり意図と違うこととか、あのそういう事件が毎回起きたりする、でまあ何かそれも含めて何か全体が味わいなのかなっていうか、それとあとは印刷物のね、あの出来上がりが何とも、あの好きな方がまだまだいらっしゃるっていうのがありがたいことですよ。いやまだまだいるっていうよりも多分この魅力に、あの見せられてる人が増えてるんやと思いますけどね。